GT450キロレース、シグナルグリーンに変わった、ガリーンに変わりました。レースがスタートしました。まずは GT500 が一斉にアクセルを、そして1コーナーに入っていきます。まずホールショットを奪ったのはカーナンバー16番の大津博樹。GT500 の3号車がピット、ドライバー交代は当然ですが行いません。ここで1回目のピットストップを早くも済まそうというところでしょうか。 NSX の1台 GT500 の8号車 ARTA 戦略を変えてきます。タイヤが用意されていてドライバーはいません。野尻がかなり長い時間を走ることを想定していますね。あーっと、カーナンバー6番、なんとタイヤが外れている。あ、そしてフルコースイエローが導入です。フルコースイエロー、今16番のマシーンがピットに入ってきました。フルコースイエローの直前にピットに入ってきています。グリーン出ました、グリーン出ました。さあレーシングスピードに再びここから戻ります。カーナンバー23番のモチュール Z が現在これでトップになります。モチュール Z がトップになります。おっと、そして今立川雄二が1コーナーでオーバーテイクをしていきました。立川雄二、そしてカーナンバー23番のロニー・クインタルにピット。メカニックがあっという間にタイヤ交換をして給油作業が始まった。そしてカーナンバー16番が19号車を捉えます。ヘアピンのブレーキングだったでしょうか。ヘアピンのブレーキングで大津が見事なオーバーテイク、これは素晴らしいオーバーテイクだ。さあ第5位で今コントロールラインの通過、 ARTA NSX GT。 3号車の千代と、そして39号車の関口、まだやっている。外側から関口が行こうとするんだが、千代がインサイドで抑える。そしてアウトからかぶせていく、かぶせていく。立ち上がりのラインはちょっとマシンが暴れたんですが、関口が前に出る。まあ意地のここはオーバーテイクを見せました。そして外側から今度は塚越が仕掛ける。千代はインサイド飛び込んでくる。試験員飛び込んで、しかし今度は塚越前に出ました。千代を捉えました。千代ここまで頑張りましたが、やはり30周ちょっと手前のタイヤでは少し厳しくなってきているか。さあ今度は笹原右京が行く。笹原右京が千代に襲いかかっていく。そして1コーナー並んでいる。意地でもインに飛び込んでくる笹原。そしてアウトサイドから64だ、大田角の新64が前に出る。笹原も捉えました、笹原も捉えました。大田角の新はナイスオーバーテイク。千代勝正が今ピットに入ります。 GT500、 さあ真っ先に1回目のピットを終わっている、その3号車、続いては高星道徳、そしてカーナンバー39番の関口雄飛が今ピット戻ってきました。関口雄飛もどうやら今ここでドライバー交代。大津博樹はここまでいい走りを見せました。そしてセーフティ、フルコースイエローの直前でピットに入る好判断もありました。チーム一丸となってラストスティント、福住2レーンにかけます。カーナンバー16番 ARTA 今ピットイン作業を行います。そして今カメラは切り替わってカーナンバー1 ARTA 無限 NSXGT、 福住2レーンは着々と優勝へ向けて仕事を進めている。さあ2番手にはカーナンバー23番のモチュールオーテック Z 松田継夫。おーっとヘアピンだ、ジュリアーノと8号車のこういうサイドバイサイドのバトルかと思いきや、ちょっとコンタクトしたぞ。当たった当たった、大湯がブレーキングでインに飛び込んだ。ジュリアーノちょっとインを当ててしまった。そしてジュリアーノがこれでポイント圏外の11位。なんと8号車フロントトラブル、タイヤトラブルだ。 130R クラッシュ、大湯、大湯再びクラッシュ。フルコースイエローが出されます。最終コーナーからカーナンバー 16NSX 鈴鹿ラストレース、優勝を飾ったのは福住2レー大津弘樹組の16号車 ERTA、 今シーズン初優勝。大きな拍手で迎えましょう。優勝はカーナンバー16番、チェッカーを受けた福住2レー、おめでとう。そして大津弘樹選手もおめでとうございます。優勝カーナンバー 16ARTA 無限 NSXGT、 2番手カーナンバー23モチュールオーテック Z、 3番手39番デンソーコベルコサード GR スープラ、4番手カーナンバー14番 ENOS X プライム GR スープラ、